ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、コメントをいただきました、はい、タイプ7の詳細動画を上げた ところですね、今日はもつ鍋だよ、さからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日はもつ鍋今日はもつ鍋だよさんは自分タイプ7、ウィング6、で、まあ、こちら、こちらというか、MBTI 的に言うと、ご自身では ENTP、ENTP だと思っている。つまり、まあ、大胆不敵なチャレンジャー、で、いろんな物事に対して創意工夫の才能を発揮したいと願い、まあ、100人中およそ5人ぐらいしかいないけども、明るく、直感力もあるタイプ。で、その発明や機械の分野にも想像力豊かに対応できて、これから起こるかもしれないことに対しても注意を払い、可能性に対して目を開いているっていうタイプ、なのでもう本当にザ・タイプ7みたいな感じなんですかね。7っぽいですね、で、何事も凡人かそれ以上の成果を得られますと、ちょっとディスってますね、僕のことを。その話してない。してない。ごめんなさい。自意識過剰です。すみません。しかし、やはりやっぱ出るんですね。タイプ7。飽き性で一つのことが続かずに、どれも中途半端な知識で終わってしまうことが多いです。わらと。どうすれば一つのことを極めることができますでしょうか。っていうコメントをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でこれを考えました、はい、が僕も逆に教えてくださいと思ってるんです、うん、一つのことを極めるって何だろう、これ今我々はこのエニアグラムを極めようとしているところ、極められたらいいなとは思ってるんですけど、まあ、僕はそんなに意識はないですけどね。ああなるほど、どうすればまあ、なんか7に限らず極めるのはまあ結構難しいじゃないですか、はい、この7って思考タイプ、まあ、私も思考タイプ、で思考タイプの人って頭の中で完結しがちじゃないですか。全部頭の中で完結してしまうみたいな、あこれはこうなんだってもうちょっとかじってみて、ぐーっとこう思考してシミュレーションして、あ、まあ、これはこういう感じなんだな、でもうやったつもりになっちゃう。それの最たる思考タイプが7ってことですね。7、はい、で、まあ、5の場合はまたそこからさらに絞っていくんで追求してますけど、まあ、やってそうですけど、ずっと掘っていく、ずっと掘っていくのも、まあ、タイプ5、タイプ5は、掘っていくじゃないですか。掘っていくけど、はい、5の場合は頭の中で完結して、はい、行動しなかったりすることあるじゃないですか。なるほど、っていうのなんか、まあ、どのタイプも多分6も頭の中でこう考えて、あもうこれダメだみたいなディスってますディスってないですなるほど、という頭の中で完結しがちなんじゃないかなっていう、はいはいはい、完結するところがあると、はい、っていうところなので、はい、まあ、なんか7の人はこう極めようと思ったら極めるように頭の中だけじゃなくて実際にやったりとかしながらやると、はいはいはい、と、まあ、もっと先が見えてきたりするわけじゃないですか。5の人はこうやその先をどんどんここまで理解したら、理解した時に見える先があ掘りますね、5はあるわけじゃないですか。はい、でそこの先をまた掘って、またそうするとその先が見えてくるみたいな、はいはいはい、っていうのがまあ5の特徴みたいな、はい、で7の人は5の特徴って7の統合の方向ですね、統合の方向、はいはい、っていう感じでこう5の人はどん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 掘っていく、はい、でまあ、掘りすぎてよくないみたいなところがあるんですけど、5の人にとっては、はいはいはい、うん、あしかも頭の中だけで掘ってるってことですね。頭の中だけで掘ってる、はい、人と関わらずに、はい、それをもっとこう実用的に活用したらいいのにみたいな、はいはい、うん、もうタイプ7の場合はちょっとかじったところで見た気になる、なんとなく、あ分かった気になるみたいな、はい、でそこまでの集中力は結構7の人って貪欲なので、まあ、近くにいらっしゃいますよね。そう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 、はい、これだと思ったらバーッと調べて、はい、そこに達するまではすごい集中力で、はい、なんでこう凡人かそれ以上の成果を出すみたいなところはあるけど、はいはい、そこに到達するともう途端に先が分かったような気になってしまって、はいはい、もう違うところに興味が移ってしまうみたいな。じゃあそこ
我慢する、我慢する、ちょっと我慢してみませんかと、うん、まあ、我慢っていうとまあ違うかもしれないですけどね、はい、うん、だけどなんか違うものに目が向いた時には注意信号みたいな部分じゃないですか。あ、私あのタイプ6、うんうんうん、で、まあまあ、同じ思考タイプだとすると、うんうん、僕もやっぱり続けるのは苦手なんです、うんうんうん、まあ、同じ理由じゃないかもしれません、うんうん、もちろん、うんうん、がなんか今続けられていることの2つあって、うんうん、続けられていること、うんうん、1つはダイエット、うんうん、1つは日記を書くこと、うんうんうん、で続けられてるって思っている理由の一つが簡単なことをやる、毎日できる簡単なことをやる、でダイエットで言うと体重計に乗る、で、日記についてはもう持ち歩いてるんですけど5行だけ書くっていうのを、簡単なことだと続けられるんじゃないとは思う。そうするとなんかその続けられてるんだって、うん、あ、僕も三日坊主じゃないじゃんっていう嬉しさはあるんですよね、うん、これってどう思います？7の人はなんか違う気がしますよね、はい、なるほど、なんか刺激を求めるじゃないですか、はい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 、なので5行だけ続けられる簡単なことっていうとつまんなく感じそうな、なるほど、逆になのでこう7の人、あ、僕の師匠、はい、7の人が言ってたのは強制力だって言ってましたけどね。7の人は強制力強制力、その7 の, この師匠は知り合いに1万円払うから、はい、こうなんかサボったら行ってみたいな、なるほどで、できなかったら罰金取っていいからみたいな、ライザップですね、そう、なるほどっていう強制力があるとそこでこう続けられる、はいはいはい、で続けられると習慣になるから意識せずにも続けられるようになるんだみたいなことは言ってたんですよね。なるほど、習慣にするのに、うん、7の人は強制力が必要かもしれない、強制力が、はいはいはい、誰かにこう監視されてるみたいな、いや、まあ、うん、アメリカとかでいうと、いや、コーチングっていうことですね、うんうんうん、要は優秀な人にはコーチがついてるっていうじゃないですか、うん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 、っていうのをやってみるみたいな、やってみるっていう、なるほど、まあ、なのでその、まあ、コーチングでいうと多分幅は広いと思うんですけどね、多分9の人をやる気にさせる方法とか3の人をやる気にさせる方法みたいな、もちろんただ7の人の場合は別にコーチングっていうのはその、まあ、コーチング置いといたとしても、要は誰かにコーチをつける、誰かに監視してもらうさせる、うん、だからその7の師匠は友達に頼んでたとか言って、はい、1万円払って1万円払ってでこうやってることは大したことないんだけどみたいな、その監視されるみたいな強制力が、まあ、本何冊も書いてらっしゃいますよね。そうそうそう、はい、だから本一冊書くのに10万文字じゃないですかみたいな、なるほど、10万文字を書くのに30万文字書くんだよみたいな、なるほど、結構大変な時にこう一人ではもう無理みたいなっていう時にはこう友人に頼んでお金払うから監視しろ と, 監視しろと俺はサボる と, サボるとすぐ他のとこに行くと、そう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 っていう時にもうぐちっとこう嫌味でも嫌味の一言でも言ってみたいな、なるほど、やれよとやれよと、そんなことやってんのみたいな、なるほどっていうことを言ってましたね。じゃ あ, まあ私のこの簡単なことをやる、簡単なことをやる、いい万年筆とかを買って、うん、とかって思って、なんか道具から入るとかもちょっと思ったんですけど、うんうんうん、タイプ7は違うかもしれない、タイプ7は違うかもしれない、なるほど、そう、なんかスキューバーダイビングを、スキューバーダイビングに興味を持って30万ぐらいかけて、はい、セットを買った1週間後に飽きたって言ってましたからね、はい、なるほど、もったいないこの30万は何だったんだみたいな、レンタルから始めようっていうのがタイプ7っぽい感じなので、まあ何か監視、まあ監視は僕も思いますけどね、楽観タイプの人はその監視が、あ、なるほど、うん、確かに、うん、僕の場合は何か習慣になればずっとコツコツはやると思います、うん、はい、なのでこうその師匠が言ってたのは意思の力っていうのは消耗する、確かに MP と一緒なんだよって言ってました、確かにマジックポイントだ、そう、使ったら使っただけで MP が減っていってしまう、はいはいはい、で最後には MP が切れるから魔法が使えなくなる、はいはい、3日坊主でやめてしまうみたいな、だからこう MP を減らさなくするにはスキルにする必要があるみたいな、こういつでも発動できる、あ、なんかドラクエの5ぐらいでありましたね、うん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 、なんかある特定の職種に就くと、うんうん、そう、あの魔法みたいなやつが、そう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 、全然 MP を使わずに使えるようになる、発動できるみたいな、はい、でそれにはこう習慣だからみたいな、
習慣にしちゃえばその MP を削らなくて続けることができる、はいはい、どうやって習慣にするかっていう話ですね、うん、あ、まあ、そうですね。で、まあ、一つのものを極めるっていうと、もう習慣化するしかないっていう、はい、で僕はその簡単なものを毎日続けるっていうふうに思ったんですけど、タイプ7の場合は強制力、強制力っていうのがいいんじゃないかと、うんうん、確かに、うん、いかがです、いかがです、いかがでしたでしょうか、はい、はい、よろしいですか、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございましたチャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。